海洋高校出身の新大関大の里が越後ときめき鉄道のラッピング車両のお披露目式に登場しました。越後ときめき鉄道糸魚川駅、大の里が描かれた車両が到着すると、そこから本物の大の里が登場しました。久々に糸魚川に戻ってきて、自分の電車を見て、すごい、びっくりしています。お披露目されたのは大関大の里をはじめ海洋高校出身の関取4人が描かれた新車両です。大の里は車内でもファンと交流。列車が向かった先は中学、高校と6年間厳しい稽古に励んだ能です。能駅では出迎えてくれた地元の住民らに大関昇進と秋場所優勝を報告しました。海洋高校時代に大の里の担任だった矢口沙織さんも駆けつけました。ね、12人漕ぎのボートに乗るときに、彼はすごくお茶目なので、すごくこうやって揺らしてみんなを気持ち悪くさせてたなっていう悩んでる姿をよく見てたので、本当に大丈夫なのかなっていう感じはしてたんですけど、すごく頑張ったんだなっていう感じが、しました、頑張ってる人見ると私たちも元気出てとても嬉しいです。午後からは道の駅で行われたイベントにも参加。トークショーで中学、高校時代の思い出を振り返りました。唯一の楽しみというのが学校だったので、中学高校がすごい、友達にも恵まれて、今思うとすごい楽しかったなと思って。今後のさらなる躍進に向けファンから熱い要望が寄せられました。どうぞお願いします。ぜひとも糸魚川市内から嫁さんを取ってください。ゆっくり休むことができて、リフレッシュすることができたんで、九州場所に向けて頑張りたいと思いますので、